方針。方馬こと、方針、本前、1902年10月12日から1997年4月26日は、中華人民共和国の政治家、第四大全国人民代表大会常務委員会委員長、国会議長に総統などを務めた。第七期、第八期、第十一期、第十二期中央政治局委員、文化大革命、 文革では初期の段階で批判を受けて失脚したが、後に名誉を回復され、1979年に政界に復帰した。1902年、三政省極力県に生まれる。元名は風暴行。1922年に三政省立第一中学に入学し、この頃マルクス主義に触れる。1923年に、 中国社会主義青年団に入り、さらに、三世省共産党の決闘メンバーとして、中国共産党に加わった。1926年以降、天津市党初期代理、同意初期、順次課省党委常務委員などを歴任。1929年に、天津で逮捕されるが、党国中も地下活動として、党活動を続けた。1935年に、 仲間の助けにより脱獄。1936年には、東北方局代表権組織部長に任命され、中華民族解放戦法体総体部を指導した。1941年、党中央組織部長に就任。1945年の第7回党大会において、中央委員に当選し、中央政治局委員、中央初期どころ、候補初期に任命される。 同年9月、東北部に赴き、中央東北局書記、東北民主連軍政治委員を務める。国境内戦時の1948年には、北平市、北京市党委員会書記を兼任し、1949年1月31日における、共産党の北京市無欠入場を大きな貢献をしたと言われている。1949年、 全国政治協商会議員に当選。同年10月、中華人民共和国が成立すると、中央人民政府委員に選出され、政務院政治法律委員会副主任、東組初期に就任。後に、中央政法省所長となる。建国以来北京市党委第一初期を務め、1951年以降は、北京市長も兼任1954年、 全国人民代表大会常務副委員長、県秘書長、全国政治協商会議副主席に選出される。1956年の第八回党大会で中央委員に再選され、第八期一中全会において中央政治局委員、中央初期どころ初期に選出される。1964年に来日の打診があったが、当時の日本政府は入国を拒否している。 1965年11月、部下の区で副市長が執筆した、海水まかりむかカんカカが、洋文言によって、ブルジョアジーや地主の復活を図り、人民公社解体を狙うものと批判された、詳細は、新編歴史劇、海水まかりむかカんカカを表の高参照。方針は、上海市でも、海水上訴、海水が火星三角に直訴し、罷免される、歴史劇を上演したが、 長春教、上海史等遺書記に、責任はないのかと批判し、管轄下にある北京市の媒体に、洋文言による呉批判の評論の天才を拒否した。これに対して、毛沢東が不満を漏らし、周恩来が仲介に出てきたために、各市へ転載させたものの、あくまでも文芸領域の学術論争にとどめようとして、部下に命じて、呉の用語と、洋文言批判をさせた。 方針は1964年に設立された文化革命五人章祖の組長を兼任していたが、この章祖を利用して全国規模で暮れ批判を抑えようとした。章祖の一員で唯一実験派でなかった構成だけは政治問題でありロザン会議の政治的背景と通ずると主張したものの、方針の方針に沿って2月日下げ綱、当面の学術討論に関する報告日下げ綱が、 出され、政治局常務委員会に提出され指示を得ると、全党の正式文書として伝達された。しかし、毛沢東は、呉、東卓、両松羅、三矢村を、共産党員ではあるが反響であり、国民党員と批判し、赤本部は、人民に罷免された、受け機会主義分子の復活を呼びかけるもの、再び進行を始める合図と、人民日報で発表して、方針が、 クレを擁護してきたことを批判。1966年3月に、毛沢東によって、名指しで批判された方針は、4月に自己批判を行ったものの、さらに手によって、名指しで再批判された。5月1日、名で祝賀行事が開かれたが、方針が出席することはなかった。5月16日の党、中央政治局拡大会議において5.16通知が採択されると、 2月日下げ綱は取り消され、文化革命五人章祖は廃止、新たに文化革命章祖の設置が決定された。これにより、方針の失脚が決定的となった。6月27日、劉少期主催による、方針、陸定一、羅イ教、洋商根藩革命集団についての座談会が行われ、方、陸、羅、洋の関係は不正常だ。 一体どういった関係で、どの程度になっているのか。中略彼らは、猛主席に反対し、猛卓東思想に反対し、地下活動をやっているという特徴があると批判される。8月の第8期11中前会で、中央初期どころ初期を解任。文化大革命が、激しさを増し子三党員が、次々と迫害に遭う中、方針も、例外ではなく、公衛兵が、 反革命修正主義文書と書いたプラカードをかけてき、回す写真は海外にも配信され、世界に衝撃を与えた。1979年7月、第5期前人大常務副委員長として復活。同年9月の第11期4中前会において、党中央委員及び党中央政治局委員に、増補選出された。1980年には、 当中央政法委員会初期になる。当時、林彪本人はすでに死亡や構生をはじめとする4人組らの裁判が行われていたが、党内と人民内部の誤りと反革命罪を厳格に分けるべきであると発言。1982年9月12日の第12期一中全会において、当中央政治局委員に再選出。 1983年6月18日の第六期全人代第一回会議において全人代常務委員長に選出されると全人代の権威を増すべく力を尽くした。1985年4月には中産業院議長の招待により訪日し国会演説を行っている。中曽根康弘総理が8月15日に靖国神社を参拝するとその後訪中した。 自民党を田中派の関係者に対して日中戦争非難を行い、中曽根は雇用法を守るためとして翌年から参拝を取りやめている。1988年に全人代常務委員長を退任。八大元老の一人として数えられるが目立った。発言はせず、東小平による改革開放路線には基本的に賛成していた。 1997年4月26日、北京で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。